しゃえ伊藤和恵チャンネル。こんにちは、伊藤和恵です。今日はですね、レストア終了後の6ヶ月点検、愛車のシーマの6ヶ月点検で神奈川日産さんにやってきました。雨の日は絶対にシーマを出さないって決めてたんですけど、今日はちょっとあいにくの雨ですごく残念なんですけど、水コートも効いてるのですごい綺麗な雨粒がいっぱい乗っかってる感じで、本当にツヤツヤです。まだ無傷で走っております。いろんな細かい部分を見ていただきたいと思います。なんかシートがまた擦れるの嫌なんでカバーしてるんですよ。あ、そうなんですね。そう、カバーをかけたんですよ。あ、でもなんかシートの状態が良すぎるのか毛足が長いのか結構毛玉になってます。この車だけのためにシートのカバーをプリントして作ってくれたみたいなんですけど、なんか毛玉になってなんかエンジンの音が好きですね。こうグレレレンっていうガソリン車の贅沢な感じ。もう一台去年ノートを買ったんですけど、もう本当に静かすぎて走ってるのかなっていう感じぐらい。全然違うんですよね。はい、不安になるぐらいの静かさ。ちょっと入っていきました。行ってみますか、工場に。なんか本当に大切にしてる人って車庫の中にこのリフト持ってて、タイヤもこうなんか浮かして保管してる人もいるみたい。すごいですよね、そこまでやると。なんか小石がいっぱい挟まってる。気になるね、これ。これ挟まってます。取ってもらおう。かっこいいな。本当に色もこんなキラキラしてたんだ。でもこれ綺麗です。これは汚れなのかな、ペンキなんですか。汚れ、この白い点々は泥かげです。泥汚れ、痛い。見てみたい、これ綺麗になるんだ。これ綺麗になる。泥でこんな白くなっちゃう。でもピカピカですね、本当ね。でもこの泥汚れぐらいしかないですよ。履いたことない一番高級なタイヤをつけて帰ってきた。レグの。それからどんな作業をまず、あ、オイル交換。これからオイル、オイル交換、これからオイル交換。オイル交換してるとこ見たいですね。大丈夫。ちょっと跳ねるかもしれない。あ、はい。黒いのが多いです。こんな真っ黒なんですか。そうですね。2000キロ、3000キロぐらい走ると。あ、黒くなっちゃうんだ。はい、真っ黒だね。あ、本当だ。茶色、焦げちゃってるか、このホイールも作ってもらったんです。この車だけ。ために。もう同じもの。はい、でもね、やっぱ前のはちょっと擦ってたりしたから傷がついてたのかな。新品です。こういう。何が大変？ここの汚れ取るのに歯ブラシ入れて。あ、中まで。今綺麗だから大丈夫だけど、真っ黒になるんですよ。結構穴がいっぱいあるから、すごい大変なの。たくさんありますもんね。たくさんあるからもう、なんか気が遠くなるし。オイルこんな感じの新品はこれの色です。本当だ、蜂蜜だ、はい、新品ってこんななんだ。はい、随分汚れるんですね。そうですね、
厚木の方まで行かなくちゃいけなくて、あ、そうだ、その時も雨だったんですよなんか車の同じですね、仕事の時が結構雨で、はい、結構ショックで濡らしたくないと濡らしたくないですよねでも意外となんか晴れの日続いて、その割と砂ぼこりだったりとか空気中の細かいほこりとかがつくから、はい、晴れの日の方が傷はつきやすいとかって聞きましたね。あ、そうなんですね、うん、雨の日もこれで私車庫ですごい拭いてたんですけど、やっぱ塵とかホコリとかが混ざってるから、そのまま拭くと傷になりやすいから、ちゃんとあの水で流しながらやった方がいいって、はい、結構みんなうるさく言ってきますシーマさんはもうそうなんでしょうね、めちゃめちゃ厳しく言われますここに結構小石が、はい、そこにでかいがある、ああ結構挟まって、はい、入っちゃうんですね。そうですね、どうしても取れ拾いやすいですね。結構いっぱい入ってます。結構入ってる、はい、そんな砂利道走ってるかな私結構の前を舗装されてるんだけど、うん、あ、すごい挟まってるわ。結構入ってます、ね、結構入ってた、すごいよ結構入ってた、挟まり方がもうすごい石だらけ。水も中心まだ新しいんで大丈夫です。あ、溝を測ってるんです、ね、はい、7mm あるのでほぼほぼ新品ですね。そうです、はい、新品みたいに綺麗にしてもらって、またなんか塗装ハケハケだったんですけど、そうですね、エンジンのこれもなんか綺麗に塗って、カ、うん、はい、バーの上も綺麗に赤く、なんかあれも脂肪塗装とかって言うんですって、あっちのやつ、あ、この黒いこれもやってもらってるから、新品のやつ、うん、私はウィンドウ遮蔽機しか入れないですけどあそこで、あ、そうですね、はい、他は何もできない。あとはあのオイルの量のチェックですね。量の、うん、どんくらい入ってるか、はい、はい、ちょうどいいぐらいですかね。ちょっと分かりづらいんですけど、ここまで入ってる、その、はい、ギザギザの光ってるところ、はい、光ってここのオイルが綺麗だと分かりづらい、オイルの位置が確認しづらい、あ、ここまでですね、はい、おしゃき、はい、あっち側もこれは当時ユマクレス、はいはい、ユマクトリ、あれもでもこんなところから出てくるのかな、出てくる一緒だけど、はい、レシー位置とか違うとこじゃない、確か違う。あ、みたいなのが出てくる。バッテリーテストレポート。はい。充電量も 100% なんで。100%。はい。すごい。安心。はい。はい。はい。うん、若干ですね、もうほとんど緩みはないですけど、はい、かけます、
じゃあ、モール。あ、いいですか。モール。はい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 。グラブついてるの初めて見たかも。はい。はい、はい、OK です。ライトテイク終了、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これで全部終わりました。1時間かかんないぐらいで終わっちゃいましたね。エンジンオイルは綺麗なのに変えてもらって、また半年後にお願いします。終了ですね。はい、ありがとうございました。何かありました以上。リストアされてるんですごく綺麗な状態で、はい、悪いとか特になかったですね。良かったです、はい。また半年後の点検もお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします。その時はよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、これありがとうございます。はい、ありがとうございました。終わりました。良かったです。何も異常がなくて。ではこれで今回の動画終了です。ご視聴いただきありがとうございました。また次回もお楽しみに。